IMCO トリプレックススーパーイムコはオーストリアの首都ウィーンにあったライター及び金属製品製造メーカーである。1907年金属ボタンメーカーとして創業。1918年よりライターの製造を開始。シンプルで機械的なオイルライターは一部で根強い人気がある。イムコは1907年にユリウスマイスターによってボタンメーカーとして創業した。 当時のオーストリアはハプスブルク家によるオーストリア・ハンガリー帝国であった。1914年に勃発した第一次世界大戦で帝国はドイツ帝国と共に同盟国側として参戦。当時のイムコは軍需向けにボタンを製造していた。終戦後、ボタンの需要がなくなるとライター製造を開始。初期は空薬莢を再利用して製造していた。 終戦の年1918年より IFA の開発、製造に着手し、1920年にリリース。この頃の IFA の形状は、薬莢のシルエットが強く残っている。1927年改良の末、日本ではトレンチライターとして有名な IFA がリリースされる。1920年代、IFA は大量生産され、海外にも輸出された。 この成功が、後のイムコの礎になったとされる。なお、IFA と同様のライターは、様々なメーカーによって、レプリカ生産されている。第二次世界大戦では、アメリカ軍将兵が、ジッポー、イギリス軍将兵がロンソンを使用したのに対し、ドイツ軍将兵は、イムコを愛用した。と、通説では言われている。しかし、実際に、ドイツ軍に納入していたのは、 ワイフ社のようなメーカーである。オーストリアのメーカーが廃業していく中、イムコは近年までそのブランド名を維持できたため、このような通説が生まれたと考えられる。イムコ社は、ライター以外にも、クリップやステープラ、その他タバコ関連の商品などを販売している。2012年4月に、イムコ社は、ライター製造の幕を閉じた。その後、 日本のタク製作所が2013年2月に IMCO ブランドを正式に引き継ぎ2014年11月イムコの象徴ともいえるスーパー及びジュニアを完全復刻したトリプレックススーパー風貌は下げた状態主力製品であるライタートリプレックススーパーは大量生産に向いた簡素、軽量、細身なライターでありかつ分解やアレンジ メンテナンスなども容易な機械的デザインで安価でありながら非常に洗練された構造であるのが特徴である。収納状態ではウィックが金属製のスリーブで覆われるなどオイル容器の機密性にも優れている。同社はライターの構造に関してほぼ創業以来一貫して改変を加えていない。また普通のライターにはない特殊な使用法も可能である。 部品を一つ一つ簡単に分解できるため、ウィックが付属するオイルタンクを本体から完全に分離することができる。このタンクは直立するため、着火状態のままタンクを直立させることでろうそくのように使用できる。オイルライターの老舗として、世界中で人気を持つ実宝社の創業は1932年であり、イムコは創業、製造ともそれより早い。そのため、 ジッポーを含む世界中ほぼ全てのオイルライターのフリントとウィックはイムコ社の規格に基づいており、コンビニエンスストアの使い捨てライターなども例外ではない。現在では互換品の使用は推奨されていないが、交換自体は可能である。ありがとうございます。